さあ、ということで、週末といえば、鬼滅の刃の見どころシーンまとめということで、今週はですね、鬼滅の刃、刀舵の里第3話の見どころシーン見ていきたいなと思っております。で、まあ、原作でいうところの104話と105話がね、まあ、アニメ3話かなと思っております。では、早速見どころシーン見ていきましょう

ですね。より10式というロボットを使いながら特訓をするので、まあその戦闘シーンというかアニメのね。特訓のアニメーションっていうところがね。まあ、今回注目かなと思っております。まあ、だから前回も言ったんですけども、よりゼロ式っていうのはまあ、次行くに頼一のね。まあ、動きを模倣したロボットなので、まあ、それなりに結構すごい動き方を、ね、すると思うんですけどもまあ、それはね。原作ではやっぱり見れてこない部分なんでまあ、アニメーションでどういった動き方するのかっていうところがね。まあ、今回注目かなと思ってますね。はい。 まあそんなわけで特訓がスタートしますよとなっております。で、続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、えなんとですね、特訓が地獄すぎる結果、炭治郎はですね、三寸の川を渡りそうになりますよということで、え炭治郎のこの川を見てくださいよ。<laughs> 炭治郎、めちゃめちゃ辛そうって感じなんですけども、これね、一見、まあギャグっぽいシーンなんですけども、実際ですね、特訓の内容っていうのがものすごくハードでしてね、もうあの、飯とか、ご飯とか、もう睡眠とかもう一切取らずに、 まあ、ほぼ1週間ですねその状態で特訓をされ続けますよということでもう本当に普通の人間だったら死んじゃいそうなんですけども炭治郎はですねなんとか三寸の顔を渡りそうになった時にはいあの <laughs> 自分をやっとね見つけますよということで、まあ、そういったシーンとなってるんですけども本当に特訓がハードだからこそ笑えるっていうシーンになってますね、まあ、ここをね原作ではこういった顔芸を見せてくれてるので、まあ、アニメでどれぐらい再現度があるかっていうところがね、まあ、見どころかなと思ってますね はい。で、まあ、続いての見どころシーンなんですけども、こちらということでえ、なんとですね、そんな炭治郎がですね、覚醒をしてですね、まあ、先ほどのロボット、より一ゼロ式にね、まあ、傷をなんとつけますよということで、まあ、これは結構すごいことなんですけども、炭治郎がですね、はい、一週間もう死に物狂いでね、練習というか特訓をした結果、なんと炭治郎がね、え、覚醒して、次の段階、次のステップにね、え、行くことができますよということで、いや、良かったですねって感じなんですけども、いや、炭治郎もね、やっとね、だんだん強くなって きて本当嬉しいなって感じなんですけどもまよ、あ、り一ゼロ式にね傷をつけるということでそれなりに結構動きというかアニメーションがすごくなりそうなシーンとなっててねまああの鳥肌というか特訓の成果みたいなところは見れるシーンなんでまぁ、あ、なんか気持ちよくこっち側も楽しめるそういったシーンになってるんじゃないかなと思ってますねはいなんでまあその辺が見どころとなってますでまあ続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでえなんとですね先ほど攻撃したまあより一ゼロ式からですねまあ、壊れてなんと謎 その刀が出てきますよといったシーンとなっておりましていやーなんですかねこれはねうん <laughs> この刀は何なんでしょうねということなんですけどもいやこの刀がですね実は結構重要でまあ後々刀火事だったりとかまあその後の展開にもそうですけどもまあ繋がってくる刀だよということでまあ皆さんここねちょっとあんま見どころというかまあ伏線としてねまあしっかり押さえてほしいのでまああの見逃さないというかまあしっかり見といてくださいよとまあいったシーンとなっておりますまあだから ほんと大さんはこのシーンはねしっかり抑えてほしいかなと思ってるねまあ、そういったシーンなんですけどもこの刀ねなんでしょうかね、うん、でまあ続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでえなんとですね鋼塚さんが久しぶりに登場しますよとなっておりましてなんとですねそしてですねその刀を磨いてくれるらしいんですよねということでまあこの鋼塚さん見てください <laughs> 誰ですか <laughs> あんた誰 <laughs> あんた誰なのって感じなんですけどなんとね久し ぶりにね鋼塚さんが来てくれたと思ったらですねまあその刀がですねボロボロだったのでまあ刀を磨いてくれるということみたいなんですけども強引にね磨こうとするんですよねちょっとよくわかんないんだけどねこの刀の秘密というかねいやこれどういうことなのかなよくわかんないんですけどもいやここのシーンね何が重要かってねこの鋼塚さんがこの刀を磨くっていう行動が実は重要ですしねいやこのねシーンもね一応伏線となっててまあこのシーンをねしっかり覚えて おいてというかね鋼塚さんがこの刀を磨くっていうところがまあ、後々にねちょっと繋がってくるというか伏線というか重要なねものとなっているのでまあこの辺もちょっと見どころではないんですけどもしっかり押さえてほしいね、まあ、シーンとなっておりますねまあ、この辺は本当アニメで注目してほしいポイントとなっておりますで、続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでねまあ、なんとですね炭治郎と品塚は幻夜の会話がありますよということなんですけどもいや嬉しいわ 原野ですかやっとなんかジャンプっぽい展開になってきましたねって感じなんですけどもあんまりさ主人公とさ会話するパートっていうのがあんまないからまあ、その辺がちょっとジャンプらしくないなと思ってたんですけどもやっとですねこういった頑固なキャラクターねあの炭治郎とは全く性格が合わないようなキャラクターと、まあ、会話がありますよということでまあここはね非常に見どころとなっておりますねでまあこの2人がね性格が全然違うからこそなんか生まれてくるお笑いという ギャグというかまあ、そういった2人の会話っていうところにね面白いものがあるんでね本当注目して見ていただきたいなと思っておりますいやーちょっと楽しみですね僕もね本当品塚は源也とね炭治郎の会話ね好きなんでね本当ね楽しみにしておりますはいそんなわけでこの2人の会話シーンがありますでまあ続いての見どころシーンなんですけどもこちらということでえなんとですねついに玉子が登場しますよということでついに襲来かということなんですけどもいや思ったより早かったですね、うん、もっと後に来るかと 思ってたんですけども意外に早かったよということでもう第3話の終わりにはですねえ登場しますよということでいや楽しみだわもう第4話から一気にね戦闘が始まるんですけどもいやこれはちょっと楽しみぎょっこねまあ、上限の鬼のパワハラ会議では一応登場するんですけどもこの刀鍛冶で登場するのは初なんでねまあ、楽しみですねいやちょっと嬉しいわぎょっこねはいまあそんな感じでもうね早速戦闘というかまあ、そういったのが始まってくるのか って感じなんでねまぁ、あ、ちょっと楽しみなんですけどもハンティングもこんな感じで登場しますよということでまずいいやもうまずいいやもう始まってるわうん完全に敵がね襲来しておりますんでいやもうほんと第4話からね楽しみですねうんでまああの最後ねちょっと関係ないんですけどもこんな感じでまぁ、あ、見どころシーンというかまぁ、あ、これちょっとアニメ化してくれたら嬉しいなって感じでねまぁミツリちゃんとお揃いの三つ編みにしてもらいまあご機嫌なネズコということでまぁ、あ、こういったですね後藤家 こはる先生のまあ、原作の落書きみたいなねがですすもれアニメ化して欲しててと個人的には思ってますもう,ほんとこういったシーンをね、なんかアイキャッチというかね、うん、アニメ化してくれたら本当嬉しいなと思ってるんですけども、どうなんでしょうかね、予告とかで。そう、予告とかでもアニメ化してくれたら本当嬉しいなぁと思ってるんで、まあ一応どんな感じになるかわかんないんですけども、アニメ化してくれたら本当嬉しいなぁと、まあそういったシーンとなっております。まあ原作持ってる方はですね、 どこういったシーンに注目して漫画をぜひぜひ読んでみてくださいということでですねまあ、今回のですねえ刀鍛冶の里編アニメ3話の見どころシーンはこんな感じとなりましたまあ、次回ですね第4話の見どころシーンも見ていきたいなと思うんですけどもいや話が一気に動きますよということでねいや次回はちょっと本当に見どころシーン多いかなと思ってますまあ、一応3話ねまあ、あんまり見どころシーンなかったんですけどもまあ、ための回だよということで、まあ、伏線だったりとか本当注目してほしいポイントっていうのね ま多々あったのでまあ、再度ですね原作見返してみてくださいはいということで,ですねまあ、この動画良かったという方はね、まあ、高評価コメントチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いしますではまた次回の動画でお会いしましょう,うっ